火事の恐ろしさはこれだけではない。火はどんどん広がり、このムーミン谷全体をも焼き尽くしてしまうんだ。ほら、あの苔を知ってるだろう。ムーミン谷全体を覆っているあの苔、あの苔の下がね、危ない。夏にはあの苔の下がカラカラに乾いてる。そして火はその苔の下を伝わって100メートル、いや1000メートル先までも火事を運んでいってしまう。火事は私たちだけでなく、あらゆる動物や自然まで焼き尽くし、このムーミン谷の全てを灰にしてしまう。それも元はといえばこの薪。不注意に扱ったばかりなんだ。だからマッチを使うときには、このムーミン谷の全ての人々の命を預かっているのだというぐらいの責任を感じなくてはならないんだ。わかったね。うん。くれぐれも火事は冬のものだけではない。いつでも私たちのわずかな心の緩みから起こるものであるということを胸に畳み込んでおくんですよ。わかったよパパ。うん、よろしい、ママをね。はい、わかりました。うん、まったくよろしい。うん、こうして私が時々注意すべき点を口うるさく言ってきたればこそ、ムーミンやママたち、いや、このムーミン谷全体が平和に安全に暮らしてこられたというものである。パパったら夏になるといつも火事の話だね。パパの年中行事の一つですからね。でもつまんないや、毎年毎年同じ話なんだもん。それよりもムーミン、明日湖へ行くことパパにお話ししたの？うん、それはママから話してくれるんでしょ。そうだったかしら。やだな、自分でそう言ったじゃない。じゃあ後でママからお願いしておくわ、ね、頼むね。僕何なんだ、うち行ってくる。暗くならないうちに帰ってくるのよ。うん。うん、そうだ、そういえば長い間ママやムーミンたちを旅行に連れて行かなかったな。よし、一度海水浴に、うん、海猫島だ。あそこの砂浜は素晴らしい。喜ぶぞ、きっと。うん、よし、今度はあの岩まで。それ。パパ、うん、パパ、僕火事を消したんだ。そうなんです。ゴミを燃してたら火の粉が小屋の周りの苔に飛んだらしくって、それをムーミンが発見してくれましたの。パパに言われた通りちゃんと消したよ。なんですって、ちゃんと消した？うん、ちゃんと。いいかね、苔の火事の恐ろしさは昼間話した通りなんだ。それをちゃんと消した、このムーミンが。ママ、私はパパです。この一家の主ですぞ。そんな一大事、私を放っておくとは一体どういうことなんですか、ママ。あの、でも火はムーミンと二人でちゃんと消しましたから。それがいけないと言うんです。パパは本当に消えてるかどうか調べてこなくては。ここは大丈夫でもね、この苔の下のどっかでまだくすぶっているのかもしれない。それが一番怖いんだ、苔の火事はね。でもパパ、
僕パパの教えてくれた通り焼け跡から1メートル四方にちゃんと水かけといたよ。ママ、椅子を持ってきなさい。どうなさいますの？とにかくパパはここで少し様子を見てます。だって僕ちゃんと消したのに。ムーミン、いいんですよ。じゃあすぐ椅子をお持ちしますから。うん。ママ、僕手伝うよ。私はムーミンパパ、この一家の主である。家族の安全を守ることはこの私の責任である。それをこの私を差し置いて。パパ、お食事の用意ができましたよ。ママ、先にどうぞ。いいんですか？ああ、いいですとも。もう少し見張りを続けなくてはね。それじゃあ、お先に始めますよ。さあ、ムーミン、いただきましょう。だってパパが。いいのよ。パパはね、ご自分の気が済むまで見張るっておっしゃってるんだから。ご飯も食べないで。本当にお腹が空いたら帰ってらっしゃいますよ。うん、だけど。大丈夫大丈夫、もうすぐ帰ってらっしゃるから。うん、食事か。まったくいい気なもんだな。一体誰のおかげでああしていられるんだ。父親というものはだ、一家の主、家族の安全を守り、かつ子供に対しては一個の模範であり、時には威厳を保ち、また寛大にして優しくそれを行う。どうしたの、ムーミン、もう食べないの？うん。だってこれムーミンの大好物でしょ。そうだけどさ。それじゃどうしたの？だっていつも食事の時はパパがちゃんとそこの席にいるのに。ムーミン心配しなくていいのよ。パパはもう入ってらっしゃいます。うん、寛大にして優しくか。いやいや、ここで甘やかしてはいかんのだ。ムーミン、食事中に席立つなんてお行が悪いですよ。うん、大丈夫よムーミン。父親は子供の模範である。そうだ、私がこうやって意地を張ることはかえってムーミンを悪い子に。よし、海猫島の海水浴の話をしてやろう。パパ、家事の方はもう大丈夫のようだな。それはそれはご苦労様。ママ、私も食事。はいはい。ママ、僕もおかわり。もう見たら、パパお腹空いたでしょう。ムーミン、男はね、お腹のことなんか気にしてはいけないんだな。うん。それよりもムーミン、明日海猫島へ海水浴に行かないか？海水浴？そうなんだよ。あそこの海は実に素晴らしいね。もちろんママも一緒に。そうですわ、パパ。ムーミンはね、明日のんのんやスニフたちと森の湖へ行く約束してるんですよ。森の湖？パパはその監督に行っていただかなくっちゃ。そうなんだ。ママ、一体これはどういうことなんです？いいですか？私はムーミンパパ、つまりこのムーミン家の主ですぞ。森の湖へ行っていいと誰が許可したんです？だって夕食の時にパパにお話しようと思ってたんですよ、それを。それを？それをなんです。パパはね、家族のものが大
楽しく安全に暮らしていけるように常時万全の気を配って毎日毎日を送ってるんですよ。それを私に何の相談もなく決めてしまうとは。ですからお話しようと思ってたのにパパが意地を張ってなかなか食事にいらっしゃらないから。意地を張ってですと？それはまあまあ聞き捨てになりませんぞ。私は火事が再び起きないように見張っていたんですぞ。それを。でも火事はムーミンと私がちゃんと消し止めたじゃないですかパパ。しかしですぞ、あの消火で十分であったかどうかということですママ。ええ、よろしい。しかしパパは納得できません。今度はずっと見張りを続けるつもりです。ええ、どうぞ。パパ、私をないがしろにしてけしからん。一体父親というものをなんて考えとるのかね。ママ、僕も寝るよ。その方がいいわね。明日早いんだから。うん、おやすみなさい。あ、よかった。パパったら一体どうしたんだろう。いないんだよ。大丈夫よムーミン。ほらね。さあ食事にしましょう。うん。あ、ほらお目覚めですか。おはようパパ。うん、おはよう。うん、うん、うん、よろしい。まったくよろしい。パパ、火事の方はもう大丈夫ですか？うん、うん、もう大丈夫だね。安心していいね。うん。そりゃよかったわ。パパ、ご苦労様。うん。はあ。ねえパパ、ムーミンたちと一緒に森の湖に行っていただけます？うん。それなんだがね。ねえ、パパも一緒に来てよ。まあそう言われれば行かないこともないけどね。どうだいムーミン、いつまでも子供じゃないんだ。今日は君たちだけで行ったらどうだね。ムーミンがパパの役目をするんだ。あ、パパの役目。そうさ、みんなの安全をムーミンが責任を持って守るんだよ。パパまだ無理じゃありません？大丈夫だ、ムーミンならやれるね。いや、やらなくちゃいかんね。それにパパは書きかけの小説の原稿を今日中に仕上げなくちゃならないんでね。わかったよパパ。よし。
しっかりやるんだぞ。うん。あの岩より先に行っちゃ危ないよ。そんなこと分かってるわよ。大人ぶっちゃって何さ。いつまでも体操なんかやってらんないわよ。それ。はて、父親とはつらいもんだな。こうしてすべてをムーミンに任せたとはいえ、やはり子供は子供。私が生きている限りはムーミンを守ってやるのが親の務め。こうじっとしていられないのが親心というもんかな。大丈夫ミー？大丈夫？なんともありませんようだ。無理しちゃダメだよミー。うるさいわね。ミーはこれでも泳ぎにかけちゃうね。自信があるんですからね。だってムーミンに助けてもらったじゃない今。真似をしたの？そうよ。ミーが溺れてもみんなが本気になって助けてくれるかどうか試しただけなのよ。いい、本当に溺れてるみたいだったけどね。それはミーの演技がうまいところよ。そうかな。何だ？だってミーはあんたを一番信用してないわよ。ミーが溺れてるのにスミフは足の立つとこまでしか来なかったじゃないのよ。だって僕全然泳げないんだもの。待ってればいいじゃない。でも、もういいじゃないかミー、助かったんだから。おど、ムーミンはミーのことまで信用してないよね。どうして？いいわよ、見てなさい。ミーあの岩まで泳いでみせるから。ミー、よせよ。あの岩の先は川に流れ込んでてとっても危ないんだ。だから行くのよ。ミーの泳ぎがうまいってとこ見せてあげるわ。私はミーのこと信用してるからやめて。いや、スミー振ったらまるで信用してないんだから。くにゅん。リシェで、やんでん僕は見てらっしゃいよ。そりゃミー。ねえムーミン、私なんだか心配だわ。みんなでミーのことバカにして。
もう大丈夫だ。少し水を飲んだだけだから。パパが助けてくれたの？さあ、もうママたちがやってくる頃だ。パパ、うちで待ってるから。どうして？もう、ムーミンがミーを助けたんだよ。だって。ムーミン、もう子供じゃないんだろ。みんな。まったくパパったら頼りにならないんだから、どこ行ってらっしゃったんですか。いや、ちょっとその辺を散歩に。あんな一大事の時にお散歩ですかね。いやいや、悪かったな。それにしても大事に至らなくてよかった。あ、よかったですって。ムーミンがしっかりしてなくちゃ、守ろうな。だけどそれは。いや、ムーミン、今日は立派だったよ。だってパパ。さて、一回り散歩でも。またお散歩ですか。そうです。ママ。ん？何？本当はね、ミーを助けたのは僕じゃないの、パパなんだ。僕、ミーを助けようと思って頑張ったんだけど、僕も一緒に溺れちゃって、気がついたらパパに助けられてたの。パパはこのことはママに内緒だって言ったけど。海の上には空がある、空の上には何がある、空の上にはシドがある。ドレミファソラシド。諸君、ムーミンが突然えばり出したんです。私やママを捕まえて、おいこら。どんどんを捕まえて、また、おいこら。まるで世界中で一番偉くなったみたい。いや、びっくりしました。ママなんかね、もうオロオロするばかり。そこで私調べてみたんです。原因はなんと、ムーミンが見つけてきたメガネにあったんです。では来週のムーミン、僕は王様だ。ではぜひね。うん、パッパ。暑い暑い夏ももう終わりですね。ムーミン谷もね、夏最後の行事、星祭りが終わるともう秋です。星祭り、星祭りというのはね、大人たちが山に登り星屑を拾ってくるんです。星屑が手に入らないとその家に不幸が来るという言い伝えがあるため、どの大人たちも真剣そのものです。ところが私だけ星屑が。では来週のムーミン、パパの古い靴、ぜひね。うん、パッパ。昨日をムーミンは川に木の葉の船を浮かべた。そろそろ今日この葉の船は町へ着くでしょう。どこかにこの葉の船